三男地域のお店をご紹介する店番。今回は越前市にある青果加工コーティングフラワーのお店オーナメント A にやってきました。オーナメント A は越前市平井での県道沿いにあるお店。お花屋さんとして青果を扱う一方、長年の経験と技術を生かした生の花の加工やプリザーブドフラワー、造花でのフラワーデザインなどを幅広く手掛けるアトリエ兼販売店です。またその知識と技を学ぶことができるスクールを開講、数多くのフラワーデザイナーを輩出しています。オーナメント A で扱っている商品のうち、まずはプリザーブドフラワーについてご紹介していきます。プリザーブドフラワーとは、特殊な液体につけ生の花の水分を抜いた状態のこと。水を与える必要がなく、長い間観賞用として楽しむことができるので、プレゼントにぴったりです。中でも最近注目を集めているのがこちらのカプセルに入ったお花になります。はい、これはどういった商品になるんですか？はい、こちらはプリザーブドフラワーの物価になります。カプセルに入っているっていうのはすごく珍しいですよね。そうですね、最近新しく出たデザインになりますけれども、私どもの方でデザインして作らせていただいてます。でカプセルに入っていることで湿気や紫外線を防ぐことによりまして、このプリザーブドフラワーのお花の変色とか退色を防ぐことができます。それからお仏壇に飾りますので、お線香ですとかろうそくの火が燃え移らないようにっていうことも兼ねております。使われているお花はどういったお花になるんですか？はい、一応お供えのお花ということですので、蓮台といいまして、蓮のお花を使ってたりですとか、あと菊のお花を使ったプリザーブドフラワーを使うようにしています。お仏壇に飾るだけじゃなくて、インテリアとしても楽しめる。そうですね、仏花ですっていうとすごいお客様が驚かれるんですけれども、非常に可愛らしいデザインになってます。で、今の洋風のお仏壇っていうのも置かれてるお家が増えてますので、そういった用途に合わせていろいろとデザインさせていただいてます。そしてオーナメント A が誇る技術を結集し、2010年に開発したのがこちらのマテリアルフラワーですね。はい、そうです。マテリアルフラワーは花が一番美しく咲いている時に摘み取り、乾燥させ特殊なコーティング液につけて加工したもの。生き生きとした表情のまま、触っても壊れることがないので、アクセサリーやインテリアなどの装飾素材として活用できます。では実際に手に取ってご覧ください。はい、こちらは葉っぱになるんですけれども、はい、すごい葉っぱの感じがすごいよく出てますね。はい、こちらが越前水仙になりますね。こちらもどうぞ見てください。色合いとかもずっとそのまま。はい、形はもう半永久的なんですけれども、色合いはやはり紫外線ですとか湿気によってやっぱり成果ですので、次第に、退色はしてきます。ただその色の変化も楽しんでいただいて、成果ならではの独特の色合いっていうのを見ていただければいいかなと思いますね。お花の種類によるんですけれども、できるお花とできないお花っていうのがあるんですが、バラのお花ですとか例えばブライダルブーケで使ったお花を思い出に残したいっていうお客様にお作りしたりですとか、あといただいたお花をずっと残しておきたいということで、加工させていただいたいっていうお話もいろいろございます。なんかすごいいいですね、ロマンチック、はい、ゆうのここに注目。オーナメント A は店舗ディスプレイやイベント会場の装飾も得意、結婚式のウェディングブーケもお任せです。ドレスが決まったらお好みに合わせてウェディングブーケをオーダーしませんか？スクールでもブライダルレッスンコースでブーケを自分で作ることもできます。自分のために、また大切な娘さんのために、ぜひどうぞ。いろいろと商品を取り揃えておりますので、ぜひお気軽にどうぞ。お待ちしてます。